競技風景ゲイリックハンドボールはゲイリックゲームズと総称されるアイルランドの伝統的なスポーツの一つである。ゲイリック体育協会が統括し、参加のアイリッシュハンドボール協議会が運営に当たっている。四方を囲まれたコートで壁に向かってボールを打ち合う姿はスカッシュやラケットボールによく似ているが、ラケットではなく専用の手袋をはめた手でボールを打つ点が異なる。 アイルランドで単にハンドボールといった場合、ほとんどの場合このゲイリックハンドボールを指す。アメリカにはウォールハンドボールと呼ばれる非常によく似たスポーツがあり、交流戦が行われている。最も一般的なコートの広さは12.2メートル X6.1 メートルである。ボールを打ち付ける前面の壁の高さは6.1メートルである。アイルランドでは 18.3m x9.15m という大きなコートを使用する競技も存在する。相手よりも先に定められたポイントを獲得した選手が勝ちとなる。サーブをした選手がラリーに勝った場合のみポイントが与えられる。サーブをしなかった選手がラリーに勝った場合はサーブ権が移動するだけである。プレイヤーは交互にボールを 全面の壁に向かって打つ。右手と左手のどちらを使っても良い。相手が打ったボールが床に2回バウンドする前に打ち返せなかった場合、そのラリーはそのプレイヤーの負けとなる。ほとんどのゲームは四方を壁に囲まれたコートで行われるが、三面、または一面しか壁のないコートで行われることもある。ゲイリックハンドボールに似たスポーツは世界の各地で行われていた。 エジプトのオシリスを祀る寺院にあるヒエログリフにはゲイリックハンドボールによく似たスポーツに興じる聖職者の姿が描かれている。中南米ではコロンブス以前のメソアメリカ文明においてよく似た競技が行われていたのが知られている。バスク地方でペロタに興ずる人々近代のゲイリックハンドボールの起源はアイルランドとスコットランドにある。ゲイリックハンドボールに関する最古の記録は 街の壁に向けてボールを打って遊ぶことを禁じたゴールウェイの街の1527年の法律である。アイルランドの西岸にあるゴールウェイはスペイン、特にバスク地方との交流が盛んであった。バスク地方にはペロタというよく似た競技があり、どちらかが他方に伝わってそれぞれに発展していった可能性が高い。18、19、20世紀のアイルランド移民と共に、 ゲイリックハンドボールは海外にも伝わり、現在は米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ウェールズ、イングランドでもプレーされている。1964年以来、3年ごとに世界選手権が開かれている。ありがとうございます。